ちが。そうですね、山場ですね。前回同期立ち上がったんで。僕も失礼。とりあえずあちら出て。まあ、もう点数がないんで仕方ないですけど。いやでも、あの、積極的にかけるレースは。そうですね。もう迷ったが、バクになると、はい、横とか怖くて、全然力発揮できない部分があったんで。前迷ったが楽やなって。はあ、まあでもやっぱり今はね、そういうレースしてる方が絶対自分の足にもなるしですよね。プラスに考えたらもう全部プラスになるというか、もしかしたら客室的には短い距離の方が合ってるんですよね。どっちかしたらそうですけど、まくりか引かむのもそれなら迷ったが、かけてしまえって感じでいつもかけますからね。それやってるとだんだんこう足も、ね、全然どうしても戦えるっていうのはこの前実感できたんで、 ね、あとちょっとやったんですけど、あとちょっとね、負けたら負けですけど、まあ、ちょっとずつ力はつけました。そうですね、まあ、この感じだったらもう決勝起こすと、ね、いいですね。時間の問題だと思いますんで大丈夫でしょうか。戦ったことのない相手。いや、一回あるっす。でも自分が落車したんで。あ、そうだったんすか。あ、だいぶ前。前橋かなんかやったと思うんですけど。ミット。ミットやったっすね。で、自分が落車して、渡すっす。あ、そうっすか。ね、体はこっちの方がでかいっすけどね。1.5 倍ぐらいっすね。よく知ってるね。まあ、じゃあしっかりと、いけるところで。はい、まあ、4社なんで、お前前で。ね、しっかり頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい。